ヘッドライト交換前のデファ70系、デファ70系電車は、かつて、東京急行電鉄の軌動線に在籍した、電動車である。東京急行電鉄発足後、初の玉川線向け新車として、デファ60型をベースに、1942年から川崎車両で新造したが、計画では8両のところ、戦時中の資材不足のため6両を製作したところで、 製造停止となり、終戦後の1946年に残る2両が完成した。前述の通り車体形状はデハ60型に順ずる。ものの前後扉が車体中心方向に引き込まれる2枚へ引き戸となり、強幅の戸袋窓を設けた。この戸袋窓は窓枠外周が外半に覆われるあまり類例のない形状を持っていた。この他、 屋根状のベンチレータが片側ガーランド型から箱型になり、中央扉のステップ高さは左右扉と揃えている。当初より重連総括制御を念頭に設計しており、関節非自動制御や非常管付直通制度を採用した初の形式となる。ただし、連結機を本設し、連結運転を開始したのは戦後である。1949年に、 終電装置をダブルポールからビューゲルに変更し、続いて1956年にはパンタグラフ化、1967年には充連運転での連結二人乗り改造を受け変運転台化、20引き戸の1枚化、全扉の自動化及び車掌の前方監視のため運転台部分のみ、右側隅柱にデハ80系同様の小窓を設け、変則的な4枚窓となった。 1969年5月11日の玉川線、木犬田線廃止後は残存線の世田谷線車両として残り、塗色は鉄道線と同じライトグリーンに一式となった後、東横車両伝説で施行した1983年までの更新で、張り上げ屋根、全面を対象4枚窓か、連結面の2枚窓か、ノーヘッダー、窓のアルミサッシ化を施し、 デハ80型に似た形状となった。この際、連結期マ帳や断面寸法、窓寸法、窓割りの一部は元のままだが、車体長、とりわけバンパー部分を除く長さを延長しており、その他各部の増作が原型とは著しく異なる部分が多いことから、種ネ社から流用したのは大枠中量と、台車枕量程度で、車体そのものはほとんど心臓されたものと見られている。 とはいえ、デハ80型とともに、内装は、木造にすぬりの壁面と、板張り床を保ち、比例棒と相まって、東京都内の鉄軌道では著しく、異彩を放っていた。1990年代に入り、鉄道線初代3000系列の全廃により、発生したシールドビーム前消灯、42、新ジャンパ連結器等を装備し、 前後して制御電源を河川電源からバッテリーに変更等を行った。特に前照灯は前面上部の取り付け式白熱灯であったものが前面腰板に2個となり、前面の印象に大きな変化をもたらした。さらに台車は東急車両製造が新規製造した t s 三十二に交換し、駆動装置は平行カルダンとした。この台車は本来、 半回電気軌道も 701K 用の台車をベースとした 660mm 車輪を持つ低床台車であり、高床車体に合わせてスペーサーを挿入して使用した。これら幾多の改造により長年使用していたが、高床ステップ付き、冷房なしといった旅客サービス上のネックはそのまま損置したため、これらの点は改善することなく3 0 0の心臓に伴い、 他の在来車と共に2000年末までに全車を廃車した。台車は交流誘導電動機に交換、整備の上、300系に流用した。多くは、雪が谷賢尺上町班の研修庫内で解体したが、作業の手順上、78号は85号と共に、等急車両製造に搬入した。しかしこれも後に解体したため、現存車はない。 1968年頃の二子玉川駅、木沼線ホーム。写真中央に連結二人乗りの案内板が見える。玉川線、木沼線では連結運転の際運転士と車掌のほか連結部にも運賃収受扉扱いのためさらに2名の乗務員を配していたが、1967年よりこれを合理化するため、扉自動化と列車最前。 最後部扉を乗車口、各車中央、連結より扉を降車口とする乗降扉分離を行い、乗務員に名運行を可能とした。このシステムは、運賃収受と乗客流動の面に限って言えば、手法的には、前乗り後振りのワンマン車を背中合わせにしたものと言える。東急ではこれを、連結二人乗りと称した。改造対象となったのは、 デハ70系全車と、デハ80系81から 84? デハ150系全車、デハ200系全車である。このうち、デハ70.80型は全車兵運転台としたが、デハ150型は営業運転不能ながら、連結部に乗務員室を残していた。また、デハ200型は、軽微な改造に留まっている。すべて、 連結二人乗りと表記した標識を取り付けた。玉川線廃止後はデハ200型を全車廃車した。一方、デハ8 0系8 5 8 6が両運転台のママ同改造を受け、検査指車等として使用した。後年の更新で連結二人乗りの標識を撤去し名称としては消滅したが、全車を3 0 0系に置き換えた現在でもこの方式を踏襲している。 ただし、現在の世田谷線では、車掌の職制を廃止し、運転士が扉扱いと安全監視にあたり、後部乗務員室には車掌に代わり運賃収受と旅客案内業務のみを行う案内係が乗務している。2006年現在すべて女性職員が案内係業務を担当するが、早朝深夜にはこれを警備会社のガードマンが代行している。ありがとうございます。